はい、皆さんこんにちは、原口です。3年原口県ゼミがどういうことをやるかを話したいと思います。でこれ僕のロゴですね。で不動産検索査定演習というのをやりたいと思います。まあ難しく感じますけども、なるべく面白くやろうかなと。で4年生になって設計制作をやるということです。で3年の設計制作は建築デザイン演習でしっかりやっていただくと。で住宅を作るのは今までいろいろやってますけど、住宅を探して買って住む貸すというのをやってみたい、シミュレーションをやってみたいと思います。で物件検索は宝探しと似ていて、ネットサーフィンでやるということですね。でエリアを決めてトレジャーハンティングと。で宅建より物件という気持ちでやると。まあ宅建取ってもいいんですけど、まあ取るとまあ有利は有利ですね、あの国家資格なので。でも物件の方がずっとあのありがたいと、それは買ってみるとよくわかります。で、こういうクソボロ物件がこんな綺麗になるのを何度も見てると、非常にハマりますね。で中古は安いが目利きが必要と。どうやって目利きを作るかというとですね、いっぱい見るということですね。もうそれしかないと、いっぱい経験してみるということです。でリフォームするとガラッと変わりますと。で、土地にはどうやって調べるかというと、こう便利なものがもうあるんですね、ネット上に。でこういう公的な価格3つあるんですけど、それもすぐ調べられます。で難しそうに聞こえますけども、慣れちゃうと別にどうってことなくてですね、不動産屋さん毎回これを見てますね。で値付けしてます。なので、値段がですね高いか安いかというのは自分で分かるようになりますね、何度もやってるとですね。で前期自宅後期収益物件という計画で行ってます。で契約書重要事項説明書も実物を見せてですね、勉強してもらおうかなと思ってます。で人生で最も高い買い物なので、これは知識として実践的ノウハウとして頭に入れとくといいと。でキャベツの節約で追いつけないんですよね、高いものを買ってしまうと。で楽しみながら不動産の実践的ノウハウを身につけるということをやりたいと思います。まあ楽しみながらです、これが一番大事だと思いますけども、まあこの石ころの中からこうダイヤモンドを探すという感じですね。で僕毎日検索で見てますけど、ほとんど石ころばっかりですよ。でその中からこう選び分けてですね、あこれいいんじゃないのっていうのをいくつか、ピックアップして、さらにそれを選び分けてっていう作業を毎日やってる感じですよね。でこういうIKEA で買ってきたランプをぶら下げたり置いたりですね、これ中古の家具をこれ安く買ってきて置いたりですね、まあ、これ1000円か2000円だったと思いますけどね。でこういうランプも IKEA で1900円かなんかで、置くだけでだいぶ空間がよく見えますよね。まあ、こういうのも面白くてやってます。まあ、こういう面白さをですねぜひ教えたいなと思って、こういうゼミを計画しています。今回以上です。それではさようなら。